ました。トライデント弾頭直撃前に吉林省通過基地より4発のデルタフォックストロット21発射を確認。以後ターゲットアルファ、ブラボー、チャーリー、デルタと呼称。世界は化け物だらけだってのに。システムを BMD モードに。 CIC 指示の目標、撃ち方始め。コメンスファイヤー。せー、インターセプトまで10秒。9、8、7、6、5、4、スタンバイ。本艦の SM3、ターゲットアルファを撃破。霧島と米軍のシャイローも、ブラボーおよびチャーリーを撃破。一発残ってるぞ。カーティス・ウィルバーに配分された目標です。くそ、どうなってる。カーティス・ウィルバー、 This is Congo。 機関はなぜ発射せざるや。応答せよ、応答せよ。一発残った。どこに向かうコース、もしかしてステイツなの。いや、あれは何があったんだ。今の光は何だ。あんた警官だろ、説明してくれ。簡単なことよ。今日から夜は本当の闇そのものになるのよ。持ってた？そう、県警の特殊部隊、サットの隊員だからきっと生き残ってるわ。それよりも電話電話。あ、はい。1がここで、2がここで、3がここ。代わりに押しましょうか。わからなくなるから邪魔しちゃダメ。私もね、いろいろと大変だったんだけど。そんなことより今どこにいるの。私の部屋。あそこはもうダメ。あ、デポとか借りちゃってるけど。それはいいから、今どこに。
しリカ、一体どうしたってんだ。この光はまさか。宮本、銃のドットサイト覗いてみて。え、なんで。いいから覗いて。あんたのやつ IC 使ってるはずだから。え、どう、ドットは見える。見えない。やっぱり。おい高木、どういうことだよ。おい何やってんだ、早くしろ。エンジンが。何があった。停電と同時に PC が全て死にました。誰か助けてください、主人のペースメーカーが壊れたみたいなんです。こんな時にエンストなんて冗談じゃありませんよ。先生、前。おもうダメだ、ここを死守するぞ。もうダメだ。おい逃げるな、それでも男か。くそ。電磁パルス EMP 攻撃、はあ、高高度核爆発とも言うわ。大気圏上層で核弾頭を爆発させるとガンマ線が大気分子から電子を弾き出すコンプトン効果が起きる。飛ばされた電子は地球の磁場に捕まって広範囲へ放射される電磁パルスを発生させる。その効果は電子機器にとっては致命的。アンテナになりうるものから伝わった電磁パルスで集積回路が焼けてしまう。つまり今我々は。そう、電子機器は使えない。え、じゃあもう携帯とか使えないの。携帯どころかコンピューターもダメ。電子制御を取り入れてる自動車も動かない。発電所も死んだはず。 EMP 対策を取っていたら別だけど、そんなの自衛隊と政府機関のごく一部だけよ。直す方法はあるのか。パパ、焼けた部品を変えたら動く車はあるかも。たまたま電磁波の影響が少なく壊れていない車がある可能性も。もちろんチップを使っていなければ動くわ。すぐに調べろ。はい。さや。何？この騒ぎの中でよく冷静にものを見た。褒めてやる。バリケードだ！来るな！来るな！門を閉じよ、急げ、死人どもを中に入れるな。そうする。それでは外にいる者たちを見捨てることに。今閉じねば全てを失う。やれ。下に入ってた。ポケットの中にはが一つ。すまない少年、俺が間違ってた。総帥、奥様、獲物をお持ちしました。ママ、お使いなさい、サヤちゃん。ルガー P08 のオランダ植民地軍モデル。こんなの使い方わからないわよ。だいたいなんでママまで銃を持ってるの。ウォール街で働いてた頃、エグゼクティブの護身コースに通ってたもの。弾当てるのパパより上手いかもね。打ち方はあなたが教えてくださるわね、平野くん。はい、ママ。いや違う、ママじゃなくて、ママ。Oh, my God.
なきゃ。逃げてください。それいけないのよ。私は一生懸命救おうとして今まで死ぬのよ。死ねなさい。死ね。突き出すように構えて胸のあたりを狙って撃つ。総帥、2階から確認しました。隣家に配置した者たちはまだ襲われておりません。門の補強も可能です。これより敵地を突破し隣家へ向かう。男で戦う気合のある者は集まれ。生き残りたい女子供はその後ろに固まれ。あなたパパ、それより家に立てこもって守って何の意味がある。あの鉄門を破られたのだ。家にこもっても押し入られ食われるだけだ。親孝行するのではないのか小室君。ためらわずに自分の道を行くのだ。はい平野君、娘を頼む。パパ、それって一体。ママ。総一郎さんと私には役割があるのよ。さやちゃん、あなたを平野君や小室君にお預けするのが親としてただ一つのわがまま。そしてそのことにすら罪悪感を覚えている。お願いだからこれ以上苦しめないで。ママ。おばちゃん。いい子ね。おばちゃんの娘もいい子なのよ。お兄ちゃんたちとお姉ちゃんたちの言うことをよく聞いてね。うん。さ、お行きなさい。パパ、ママ。ダイナマイトを投げよう。はい。マットさん。いない。
お嬢様。ああ、どこから現れるのよ。ラッキーですよ、お嬢様。こいつは対 EMP 処置されてます。しっかりと銅の三重被覆までして、マニアックな持ち主もいたもんで。じゃあこの車動くんですね。ダメージを受けているので調整に時間がいります。ならばここを死守するよりないね。来たぞ。総一郎さん、このままでは手詰まりですね。ユリコ、お前は良い女だ。行くぞ。何ボケてんのよ。そういうキャラだもの。いいから車に乗る。はい。これじゃアラモだよ。それどんなオチだよ。言いたくない。本当ならもう少しいじりたかったが、リド、お願い。動いた。みんな戻って。マットさん乗ってください。惚れてる女がみんなと一緒にいるからね。さやお嬢様、お元気で。行くわよ。さて、ヒノキ部隊だぜ。しかあるまいよ。え、狭すぎるわ。そのまま。最後。ええ、私たちの娘が愛すべき若者たちと共に。もはや孝子の憂いなし。これでなんとかなったわね。お願いだから何も言わないで。お願いだから。高木さん。何よ。しっかり見張ってください。平野、あんた。いいのよ、いいの。平野は、コータは正しいわ。それよりエンジンの音、おかしくない？なんだかお車調子悪いんだけど、どこまで行けばいいの？行けるとこまで。悪いけど、レイと僕の親探しに付き合ってもらいます。その後は先生の友達も。ええ、間もなく国道だ。
敗。あ、まったく。本当に。めんどくさいよ。始まった。そして今はもう全てが終わってしまったのかもしれない。それでも、いや、だからこそ